ヒーラーのけいこです。こんにちは。今日は、人間関係についてメッセージを受け取っていきたいと思います。こちらに可愛らしいウニさんを用意させていただきました。人間関係っていろいろ難しいですよね。職場でもそう、学校でもそう、家族間でもそうですよね。いろいろ悩むことあると思います。いろんな価値観がある。自分の性格があって相手の性格がある。自分の癖もあって相手の癖もある。いろいろあります。そんな、今困っている人間関係について好転させる、そんな、メッセージを受け取っていきたいと思います。じゃあこちらの3つのお兄さん、私から見て右側が赤色のお兄さん、真ん中がブルーのお兄さん、青色のお兄さんですね。で、こちら左側が黄色のお兄さん。このお兄さんをまた自分のご自分のガイドに、私はどの色の鬼からメッセージを受け取ればいいですかって聞いてみてください。では行きましょう。赤色のお兄さんを選んだあなた、正義感の強いあなたのようです。最近親切の押し売りが過ぎませんか？またあなたはマナーやルールに厳しすぎることもあるようですよ。こうしてあげたんだから普通こうするべきでしょう。あの人にこうしてあげたのにこうしてくれないなんてことが口癖になってはいませんか？人にはいろんな価値観があるということを知っていきましょう。真ん中の青いお兄さんを選んだあなた、コツコツ何事も真面目なあなたです。物事を考えている時にしかめっ面になってはいませんか？また思っていることが顔にも出やすいようなので要注意です。顔の口角を上げる癖をつけるようにしてみましょう。また相手の短所を見るのではなく長所を見るようにしてみてください。きっと人間関係から学べることに大いに気づくはずです。次に黄色のお兄さんを選んだあなた、人間的に人柄的にも魅力的なあなたです。ですがいい意味でも悪い意味でもマイペースなようですよ。知らず知らずに相手に対して失礼な言動や行動をとってしまってはいないでしょうか？コミュニケーションをとるときは相手の状況や精神、心理状況など相手に対して考慮するようにしてみてください。メッセージ受け取っていただけましたでしょうか？今日受け取ったメッセージを少し頭の片隅にでも置いて、参考にしてみてください。ではまたこの金剛鈴の音であなたのモヤモヤを吹き飛ばしていきましょう。いきますよ。もう一回サービスに行きますね。もやもや吹き飛ばせ。ではまたお会いしましょう。